これ、これってオープンリールテープ。ロテ、はい、あ、もしもし。ちょっといいもんがね。なんと。そうばあちゃんの遺品からちょっとすごいもの見つけた。違う、気になる中身については交互期待。よっ、おほほい、えいしょたいじゃーん。おーで、どう、これは、これが、まあ、ここで、まあ、差し入れじゃないの。これは、あ、コンセント向こうか。もうここでしょ。あ、っちか。うん、お、これだ。これがクッションしてからの、はい、よ、お、大切に使ってください。ヤフオクで3万もしたんで。3万できる、できる。わ、すごい。わ、すげえ、すげえ。おー、で、電源を、うん、あれ、落ちこない。え、そう、なんで。いや、抜けてる。あ、なんだ、なんだ。わ、電源入った。やったー。はい、じゃあ行きますよ、行きますよ。はい、スタート。すげえ。もうこれでいってると思う。え、本当にやるの？だって約束したから。やろうよ。声わけ。あ、もう待ってる。リアルだな。よし。では、午後2時半。2時半。曇り。愛する君のために。おお。大丈夫かこれ。景色見てたのかと思うと変な感じ。春から順に時を経て、私はここが好きです。はい、お願いします。え、はい、実は弾けない早く、ま、なんで、え、え、おー、すげえ。いや、でこの先わかんないんだけど。1分、1日。1年、10年。100年。1000年。1万年。時を超えて今2017。意見はかも、空には雲、海にはリモールやばいかも。女子の部屋で女子2人とこんなことをしてます。ばあちゃんありがとう、このメロディーと親父を作ってくれてありがとう。どういたしまして、ありがとうございます。関係ないだろ。パークス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 、あとれ嫌いな
ロード伊勢屋どうしろ早くハブモズレバーネギマつくね金も生生ハイボール俺ニュース腹減ったなおごってえあごちそうさまですえごちそうさまです仕方ない仕方ないよ行くぞじゃもう腹減ったもうなんで俺こんなきゃいけねえんだよなんで俺裏切るな。だからちゃんと出席してゼミにも参加してたら今頃書き終わってたんじゃないの。では留年は警告の手紙出しましたよね。もう半年も過ぎてる。はい、でもこの間提出すればって。だけどまだ半分しか書けてない。いや、ゼミ落とせなくて。1年半何やってたんすか。頭の中では考えてたんです。手を動かさないと文字は出てきませんよ。いや、文字が出てこないんで手が動かないんです。じゃあね、わかりました。このレポートと一緒にこのオープンリールの曲を完成させたら単位あげましょう。曲は関係ないじゃないですか。だったらやらなきゃいいじゃないですか。でもそれはそれとももう1年いろいろと考えてみる時間にしますか。苦いのは苦手？ちょっと黒すぎます。そうか。あ、先月いきなり倒れてそのままだったそうです。ずっと会ってなかったんですか？大学時代が最後かな。アパートを引っ越してすぐに結婚して子供ができたって聞いて会う理由がなくなった。理由が必要ですか？まあ、会った方が心強いかな。まあ、そうかも。私は父についての小説を書いてるんです、それでお話を聞こうと思って。二人の曲の続きを作ってるんです。へえ。私たちがオープンリールを見つけたのが運命だって。なんか素敵じゃないか。はい。さんの曲楽しみにしてましたよ。本当。ああ、私も作るのもっと頑張ろうと思ってたところ。調べたんですけど、このボートに乗ったカップルって別れるんですよね。ああ、なんか恋が外来魚に駆逐された呪いで弁天様が。知ってる知ってる。
恋だけに恋破れるなんて。え、そういうことなんですか。まあ私はそういうの信じないけど。ん、幸子さんたちも呪いで別れたのかな。かもね。でもどうやら呪いを解く方法が一つあるんです。知りたいですか。知りたいですか。もしもし。え、あらあら、カップル。なんとビートルズ上陸前に生まれたすごい曲を発見した。この曲を最近知り合った気の合う音楽仲間2人と2017年に蘇らせます。50年前の思い届きました。バチャ、ありがとう。あ、はい、はい、ちょっと待ってください。あれ、あれ、茶から待って。はい、もしもし、ごくちゃんです。あー、ごくちゃんです。はい。あ、大丈夫です。はい。レコーディングで、それで。はい。行くよ。はい。はい。固まってたぞ。すいません。これどうやらいいんですか。こっちとかないですか、こっちとか。とかじゃねえの。こう、こう。こう、こう、こう、こう。っていうかもう、あ、ほどいてから、もっと、こう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 。朝までお借りしますからね。分かったよ。現状復帰な。分かってます。がっかりさせる曲作んなよ。よし。おお、やっぱり来てくれたんだ。おいまあ、大学卒業のために。いや、はるちゃんも一緒に歌詞の続き考えようよ。え、いいんですか。小説書いてるでしょ。公演の二人を想像してさ。曲作りはこんな風にして始まった。2017年の音、公園の音、風の音、カップルの乗るボート、カップルのキス、別れ際の涙、小鳥のさえずり、木々のざわめき、頭上を走る井の頭線、井戸の水の音。ねえねえ、ナイジェリアとアイスランドの民謡をミックスするってのはどう。あ、民謡、何ふざけてんでしょ。60年代の音で、ね、これ聞きたい。音を録音して公園を歩いて耳を傾けて走って休んで、幸子さんと新平さんの過去を探した気になった。今はいない象の花子の面影、カピバラのため息、寡黙な鹿のゲップ、猿たちの縄張り争い。ちょっと先行かないでよ。え、どうしたの。彼女とよく乗ったな。出た、淡い悲しい思い出。うっせえ。あ、当たってた。あの頃は何にでもなれると思ってたからな。猿山だけで楽しめたし。え、今も好きなこと仕事にできていいじゃん。そうでもないよ。だってスタジオで仕事してやりたいことにまっすぐじゃん。でもバイトだし、時給にしたら金になんないし。なんとかしてよ。なんで私が。
昨日親父ね、ばあちゃんの青春の曲作ってるって言ったら怒られた。え、喜んでくれないんだ。だ高校の頃に母ちゃんが出てって、この間ばあちゃんも死んで、親父と二人暮らしで、まあそろそろねえ。そうか。そうなんだ。ねえ、この後本当に意味あるの？あるさ。あるよ。さよなら。はい。